日本大学松戸市学部付属病院は、千葉県松戸市にある同学部付属の大学病院。略称は、日大松戸市科。2014年の患者数は、医科外来13,751名、歯科外来249,017名、歯科入院5,281名である。歯歯科高校外科、小児歯科、矯正科、内科、自備陰講科、 脳神経外科、統計部外科を置いている。2006年4月に新しく病院旨が開院した。首から上のすべての疾患、外傷を専門に治療する病院。舌癌などの高校内癌に対しては、血管内治療、放射線療法を主体とし、必要があれば、外科的治療を組み合わせる、低侵襲的治療を行っている。各分野に、専門医、指導医を セカンドオピニオンにも対応している。口、顔、頭の痛み外来責任者、小宮窓、接触、塩化リハビリテーション外来、脳ドック、歯科ドック、オーラルリフレッシュ外来、いびき外来がある。首から、上の疾患、外傷をすべて一つの施設で診断しかをする。オプションとして、心臓ドック、カテーテル検査をせずに、心臓の冠状動脈の狭窄のチェックが可能。 ガール。設備、1.5テスラ MRI、64列、MDCT、フラットパネル式血管撮影装置、コンビーム CT、エコー、画像処置装置、完全電子カルテシステム及び、パクス、顕微鏡、臨床神経電気生理学的診断装置、血圧脈破検査装置、内視鏡、レーザー治療機、ニアス、 シンアーム型 DSA 装置、ホットパック、ペインビジアン、専門医、日本高校外科学会専門医、歯周病専門医、歯科麻酔専門医、日本歯科放射線学会専門医、日本顕微鏡歯科学会認定指導医、認定医、日本脳神経外科学会専門医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本救急医学会専門医、日本脳卒中学会専門医、 日本脊髄外科専門医、日本耳鼻喉科専門医、日本循環器学会専門医、日本頭痛学会専門医、指導医、アッコルズ BLS インストラクター、PNLS ディレクター、身体障害者申請認定医などが治療を担当する。無料駐車場 AB3 大冬彦、第12章大学附属病院、歯科医学教育白書2014年版日本歯科医学。 教育学会白書作成委員会委員長、桑田文幸委員、笠井和孝、佐藤雄二、田口のりひろ、田中昭夫、沼部幸博、高校保健協会、日本史海学教育学会雑誌別冊、東京都豊島区、2015年12月20日、第1版、139から145ページ。ISBN 七十八から四から8 9 6 0五三一五九 むしろ BB01485336 ありがとうございます。